埼玉県に住む小学六年生の柴田良くん12歳おる彼のすごいところはマジックで,ではなくて <laughs> 実は良くんカブトムシの常識を覆す新発見をしたカブトムシ研究者なんです良くんの研究はなんと アメリカの権威ある生態学の雑誌に掲載されましたたたただただ驚きました一体彼はどんな新発見をしたのでしょうか幼い頃からカブトムシの観察が大好きだった諒君よく近所にあるクヌギの木にカブトムシを見に行っていましたしかしその木が切られちゃった時はすごい泣いて。 でその2年間はカブトムシにうほとんど会ってなくてもうすごい悲しかったですねクヌギの木がなくなり悲しみに暮れたりょうくんところが小学4年生の時意外な場所にカブトムシが現れましたその場所はなんと自宅の庭しかもクヌギではなく亜熱帯原産の庭木 島トネリコの木でしたさらに諒君は不思議なことに気が付きます本来夜行性であるはずのカブトムシがなぜ島トネリコのの木には昼夜を問わず集まるのかその謎を解きたくて諒君は観察を始めました。 木に訪れるカブトムシのオスメスの数と時間を記録するなど自由研究として毎日観察を続け図書館でカブトムシというのが題名につくものをすべて本を借りてきてでそれでそのシマトネリコについて書いていないかなと思って読んでいたらするとある本にこんなヒントを見つけました。 なぜかわからないが、あのー、島とネリコには昼間から多くのカブトムシが集まっているっていうふうに書いてあって、その本の著者でカブトムシの研究者である小島先生に、亮くんは自由研究の結果を送りました。それを見た小島先生は、やっぱり科学的に誰も今まで調べたことがなくて論文にする価値があるんじゃないかと面白いんで継続して取り続け。 夜行性といわれるカブトムシがシマトネリコの木では昼夜を問わず活動するというく君が見つけた事実は実は科学的にままだ証明されていませんでした小島先生から観察を続けるようアドバイスを受けたく君翌年はさらに夢中で観察しましたランダムにいろんな時間に答えごとに印をつけて。 個体の入れ替えも調査できるようにしました深夜は両親に動画を撮ってもらい観察去年の夏休みを利用し35日間、早朝から夜まで多い時には1日13回も観察しオスのカブトムシ100体メスのカブトムシ62体合わせて162個体の記録を取りました終わったと見たらこんなに いたんだってこんな多くのカブトムシに印をつけたんだってびっくりしましたもうなんか生活の中に研究が溶け込んでいる感じでもうすごい毎回楽しみですねリョ君の観察記録は夜行性のカブトムシが植物によっては日中も活動するということを証明していました小島先生がそれを論文にまとめ生態学の権威ある雑誌 エコロジーへ投稿すると異例の速さで採用されくんの新発見は世界に認められたのですコロナの影響でちょうどなんか旅行とか行けなかったしあのちょうど家にいたのでカブトムシが来てくれたのでとてもあのすごいラッキーでカブトムシのおかげで楽しい夏休みになったなと思って。